ハンナ・ヘヒは、ドイツのベルリンで活躍したダダイストの芸術家。ハンナ・ヘヒ、ハナ・ヘヒなどと記載されることもある。バイマル共和制時代に奇妙なイメージを醸し出す、多くの油彩やフォトモンタージュ作品を制作した。その多くは、人体を解体して、入れ替えたり、人体の一部を他のもので置き換えたりする作品である。ヘヒの作品は、エネルギッシュで、 プロフェッショナルで、良性具有的で、男と同じ立場を進んで授与しようとする、新しい女という概念の空和や、二項性を解体することを意図していた。ここにおける、彼女の興味は、人間がいかに社会的役割を構成するかとと,ともに、いかに二項性が構成されるかを見ることにあった、要出典。ヘッヒ作品の他の主題としては、良性具有、政治的言説、 ジェンダーロールの意向などでにある。これら主題はすべてヘッヒ作品をめぐるフェミニストの建設を総合的に生み出してきたが、バイマル時代のドイツと共に、今日の女性の作品や解放を鼓舞するものとなっている、要出典フォトモンタージュの技法の創始者は、諸説あるが、1918年の夏に恋人だったダダイストのラウル・ハウスマンと共に創始、したと言われている。ハンナ・ヘイ展。 伊丹市立美術館2003年4月12日から5月25日ありがとうございます。